その昨日からうるさくてるさ、お孫が来てんだ。今そうそう、古川さん以外体調はいかがですか？皆さん大丈夫ですか？腰が痛いです。腰が痛い。腰が痛い。はい。固まっちゃったよ。腰が痛い。腰だけ痛いんです。やっぱりね。うん、太ったからかしら。うん。でしょう。今日は、いつもと同じように自分をちょっと観察してほしいんです。で、自分を観察するといったときに、じゃあ何を観察するのか。まあ、いつも言ってるのは、大抵 足がどっちを向いてるとか、床からどれだけ離れてるかとか、いろんなことを言いますよね。でそれは大抵身体そのもののことなんですね。その外から見ても物理的に分かるような話なんですけども、フェルデンクラウス博士は、体、その人間全体のことを常に考えていて、で人間全体を4つの方法で、区分けして考えてみようと。別に4つに分かれてるわけじゃないんですけども、まあその都合上考えてみようと。一つは、人間の考えること、思考ですね。これが一つで、もう一つが、感覚ですね。自分の体の中から外からいろんな刺激が来ます。それについてが二つ目です。で今度は感情で、感情というのはその感覚とはまた別のことに考えたというふうに考えたんですね。例えば外から誰かがどっかを触ったと、それは人によってはそれはその、痒い感じがしたり、それから痛い感じがしたり、それから、心地よい感じがしたり嫌な感じがしたりするわけですから、感覚と感情はまた別なんですね。ですから、これで3つですよね。頭で考えること、それから感覚、それから感情、もう一つが動きなんですね。動きというのは、いつもやってることなんですね。でこの4つが、まあ、この4つというのは実は全く同じものの4つの側面を見ているだけだと。だから従って一つが変わればあとの3つも変わると。であとの3つが変わるとまた最初の1つも変わってくるというふうに考えたんです。で実際にはその自分の感情だけじゃなく、外部の感情が人の感情だったり、そういうものともかかってくるわけですね。例えば誰かが怒ってれば、自分はそれはそれに対してつい反応してしまうわけですね。ですから単に自分の内部だけじゃなくって、自分以外にいろんな要素が入ってくるというふうに考えているんです。で今皆さんに自分を観察してみましょうと言ったときに、皆さんはどれに注意を向けましたか？今日はあったかいなとかいうのもあれば、それは感覚ですよね。であったかくて気持ちいいなっていうのは感情ですよね。で気持ちいいから今日はレッスンがうまくいかなっていうのは自分で考えたこと、思考ですよね。そうするとその結果動きに違いが出てくるはずです。例えば寒い時はそういうふうな動きの仕方が違ってくるはずです。もう一度自分の体に注意を向けてみましょう。で、禅座禅ですね。禅なんかでは
まあその初心者に教えてくれるのは大抵その呼吸に注意を向けましょうということですね。ではゆっくりと、両足を立ててみてください。で、もう一回あるいは何回もかやってますけども、骨盤を、頭の方とそれから足の方に、上下に転がす動きをやっていただきます。で、具体的に何かというと、今腰の下に手を入れてもらってもいいし、入れなくても、床から少し浮いていると思います。で、その、腰を足を押して床に近づけてみてください。床に近づ腰が近づく状態です。それで離して、何回か繰り返してみましょう。で、時計の文字盤で言うと、腰が床に近づいた時が12時にしましょう。で、今度は逆に腰が離れ床から離れて、尾骨、尻尾のあたりですね、が床に近づく瞬間が6時にしましょう。ですから6時と12時を、まあ、時計の針はもちろんそうは動かないですけども、6時と12時の間を直線で行き来する動きがこの動きです。両足楽に開いておくとよりうまくできると思いますね。で、床をしにくければ、靴下脱いだ方がいいかもしれないです。でもあんまり押してほしくないんで、少しでいいです。じゃあ休んでください。今この動きをやってる時に皆さんは呼吸に注意を向けましたか？忘れていたらもう一回やってみましょう。同じ動きをしながら呼吸に注意してください。床に腰が近づいた時に息を吐いているか、それとも吸っているか、それとも止めているか、それに気づいたらまた休んでください。休みましょう。で、今度は右足だけを立てて左足を伸ばしておいてください。で、右足だけを押してみてください。そうすると骨盤に何が起きるか、で、離して、それを何回かやってみましょう。右の骨盤の右が、右のお尻が持ち上がりますかね。で、骨盤は左の方に回転しますか。左の方に回転したその位置が、9時にしましょう。じゃあ両足変えてみてください。で、左足を押してみましょう。左足を押して
骨盤を右に回転させてください。背骨はどんな動きをするでしょう。頭は何をしたいですか。はい、休みましょう。片足を立てた時はどこで呼吸をしてました。もう一回やってみましょう。それ気づかなかった人は、片足を立てて骨盤を右の方に転がしてください。それが3時です。で、右足を立てて左足を伸ばした時、骨盤が左に転がった時が9時です。同じことを両足立ててできますか。交互に。3時、9時、3時、9時です。で、その時にそれぞれ呼吸はどういうふうにしているか、ゆっくりやりましょう。十分でしょう。休みましょう。両足裏をつけることはできますか。膝を開いて両足裏を合わせることはできます。そうです。そうすると腰椎に何が起こりました。 床に近づきました。それとも床から浮きました。一回両膝閉じてみてください。うん、足伸ばさないで膝を開閉するだけです。そうです。腰椎はどうなります？背骨はどうなります？開くと。床から持ち上がります？胸のあたりはどうでしょう？できる人はそのまま開いたままにしてください。開いた状態で両足裏をつけて、そこで床を少し押してみてください。ちょっと今までと違って足の裏がつかないんで押しにくいですけど、でも押せるはずです。少しで骨盤が転がるはずです。野田さん以外ちょっと起き上がってみてください。で、野田さんの動きを見てみましょう。わかります？
で気づいてほしいのは、足を押すと両方の膝が少し閉じますよね。で別に閉じる必要はないんですけども、野田さんの場合はそういうふうにしてやってます。でも多分野田さんはそのことにあまり気づいていないでしょう。近づいてるの分かります、うん、これをじゃあ私がちょっと抑えましょう、はい、それでやってください。そのためには股関節で何かをしなくちゃいけないんですね。力入れる。そうです、うん、力を入れるんじゃなくて力を抜くんです。うん、でもっとちっちゃくやりましょう。持ち上がらない程度。そう。そう。そうです。はい、休みましょう。じゃあ皆さんやってみましょう。中野さん動き出しましたよ。さっきは動いてなかったけど。はい、十分でしょう。休みましょう。じゃあもう一回両膝立てましょう。で両足を押して少し、12時の方向、腰椎が下に下がるように動かしてください。腰椎が床に近づくように、腰が床に近づくように、そんで戻して、うん、で何回か繰り返してください。うん、中野さん、さっきは動かなかった、あまり動かなかったけど、今度はやってることは分かってきましたね、もう。うん、で次に、12時に行ったらば、そのままさらに、背骨まで持ち上げるように少し骨盤を浮かしていってください。で戻して、うん、で骨盤が浮いたら次は腰椎が完全に浮くように。でこれをやりながら、多分足の位置を少し、場所を変える必要が出てくると思います。そうしないとなかなか持ち上げにくいかもしれないです。ですからその辺は自分で工夫してみてください。で顔はどっちを向けたらいいのか、上を向いちゃった方がいいのか、それとも真上、真上じゃないの、真上っていうか天井の方を向いた方がいいのか、それとも右を見た方がいいのか、左を見た方がいいのか、自分で工夫してみてください。で、やがて、どん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 骨盤が持ち上がり、腰椎が持ち上がり、胸椎、胸の後ろまで持ち上がって いくようにしてください。ゆっくりと、ゆっくりと、で、ゆっくりと下ろして。はい、休みましょう。
と見てください。今ここを、あ、ちょっとここに起こすな。今こんななってて、最初多分ね、足はね、皆さんこのぐらいだと思うんですよ。そうするとここぐらいまでは持ち上げると楽なんですけども、でもそれ以上持ち上げようとすると多分、ね、足を近づけた方が楽なんです。そうするとだんだんこうやって持ち上がっていきます。で、あのこの人はちょっと反りすぎてるんでなかなか分かんないんですけども、それでもこの辺が この一個一個の骨がこれ動きますから、これ柔らかいんで、ちょっとこう触ってみてください。で、ですから本来この一個一個の動きが出てこないと背骨がうまく動かないんですよ。ですから単にここを持ち上げて、これ全部こうやって持ち上がって、これじゃ何もなんないんですよ。そうじゃなくて、これ一個一個がこういうふうに、こういうふうに持ち上がってくる。逆に言うと、これ一個一個が回転していくんですよ。こういうふうに、こういうふうに、こういうふうに、こういうふうに。で、ちょっと見てもらうと分かるんですけども、骨盤、これ大体ちょっと球形、球の形してますよね。丸いですね、ボールみたいですよね。で、頭も、ボールの、まあ、おまかななし、ボールみたいな格好してますよね。でところがそのこの肋骨っていうのはその全体としてはそんな丸い格好してないんですよね、あんまり。ですからさっき最初に足を押してもらった時に骨盤が転がったと思うんですよ、こういうふうに。で頭もこう上下してなんか上の方見たり下の方見たりしましたね。うまく転がってたと思うんですよ。だけどもここの部分はそうはいかないんですよ、なかなか。その代わりにこれ一個一個が転がってくると全体としてゆったりとした動きが出てきますから、今度持ち上げるときには一つ一つゆっ、この骨、今この骨、今この骨、この骨なかなかね、そう言っても、で、ちなみにこう頸椎、首の骨というのは7個、で、胸椎、胸の骨というのは、ここから12個あります、で、そこであの肋骨が終わるんですね。それが肋骨がついてるのを胸椎っていうふうに呼んでるんですよ。で肋骨がなくなったところから今度は、腰椎って言って5個あります、でただしここを見てもらうと、あの前の方に大体つながってるんですけども、これとこれ、これだけは前に繋がってないんですよ。これは遊離肋骨といって遊んで離れてるし、また浮いてる肋骨って呼ばれてます。で本来ここが呼吸の一番大事なところなんです。とても動きやすいんですよ。だからここが本当に動き出すととても呼吸が大きくなる。そうするとこれ内臓もよく動くようになってるんですね。というところで、じゃあ、一回あの仰向けになりましょう。これは一度や二度のやっただけでできることじゃないんですけども、でも、あのそれを意識することによって、少しずつ良くなっていきますから。じゃあ、もう一回、足で床を押して、骨盤を12時の方向に転がしながら、さらに持ち上げていく。
じゃあ首の骨まで持ち上がります。ゆっくり下ろしてください。下ろすときは最後に持ち上げた部分が最初に下りるんですよ。先に骨盤下ろさないでくださいね。ですから首の近くからだんだん下りていく。はい、休みましょう。ところでそのまま右手は右足首をつかめます。うん。離して左手はどうでしょう。うん、いいですね。うん。そのまま右足首つかめます。無理しないで、無理しないで。無理ならもうそれで十分ですか。もう最初の段階でその掴みなくても十分ですから。あのフェルデンクライスはいつもこうしましょうと言うんですけども、でもそのレッスン、難しいレッスンがもうたくさんあって私たちにももう絶対できないのがあるんですよ。できそうにもないものが。ですからその時はそれに近い状態を工夫してみましょう。足首をつかめなければ例えばズボンの裾でもいいわけですよね。そうそう。で、手で掴めなければ想像でいいんですよ。想像です、想像です。目をつぶって自分の手がえらく長くなったようなイメージを持って、うん、で力を抜いて床の上で楽にしたままで手が伸びていくイメージを持てば、それでもう十分なんですね。そしてそのイメージを持ちながらもう一度骨盤を持ち上げていきましょう。どうぞ。それちょっと無理だ。足をちゃんと立てないと。あ、でででででで。こうやってやると背骨に制約が出てくるんですね。背骨に動かざるを得なくしてくれるんですね。はい、背骨が助けてくれる、うん。じゃあ右手だけ掴んでみましょう。左手を離して。できない人はイメージだけでいいですよ。うん、右手だけを掴んだ。それで足を骨盤を持ち上げてみましょう。そうするとどうなるか。多分右側が、右の脇腹が縮まっていくと思いますね。じゃあ今度反対側、左側やってみましょう。ずーっと持ち上がれます？で、決して無理しないでくださいね。これその場で無理すると後でとんでもないしっぺ返しを食います。体にものすごい影響があります。一見簡単なことをやってるんですけども、はい、十分でしょう。休みましょう。一回、両膝立てて、で体丸めましょう。両膝を胸の近くに引きつけてきて、で手で持って軽く前後にコロンコロンしましょう。うん、で横にも転がれます。
頭を持ち上げてもいいし、持ち上げなくてもいいし、楽に楽に、たくさん転がる必要ないです。楽に楽に、はい、十分でしょう、休んでしょう。じゃあ右足伸ばしてください。で両手のひらを天井に伸ばして合わせてください、そうすると、今両方の肩と手のひらがピタッと同じ形を保ってほしいんです。これからですから、これから動きをやるときに、右の指先が伸びたりとか左の指先が先に行っちゃったりとかしないで、ぴったり合わさった感じですね。ただし力入れないで楽に、特に肘は楽にして、かといってダラーンと緩めるんじゃなくて、それで、少し、両方の、指先を右の方に傾けてください。で戻して、少しでいいですよ。いいですね。ああ古川さんね、古川さん、手と肩の形は変えないで、ですから 手を右に傾けるということは肩も右の方に傾くってことです。そうです、そうです、そうです、そうです。力入れないで、力入れないで、たくさん大きくやらないで、ちっちゃくやって、1ミリでいいです。1ミリで十分です。ちっちゃければちっちゃいほどいいです。その傾けた時に左の肩が、肩甲骨が床から浮いてくるの分かりますか。同時に右の肩甲骨にもっと重さがかかるのを感じられますか。右の肋骨にも同じように重さがかかるのを感じられますか。左の肋骨も同じように浮くはずです。この動きを助けるために左足をちょっと押してみてください。少しでいいです。そしたら左足を今度はわざと押さないでやってみましょう。もう多分似たような感じでできるようになってると思います。どうですか。はい、十分でしょう、休みましょう。じゃあ今度は右足を立ててみましょう。また 両手のひらを合わせて、で今度は反対側、左の方にちょっと倒してみましょう。もう自動的に右足を押してます。でその時の頭の動きに気づいてほしいんです。頭何したいですか。足を押すのをやめてみましょう。やめて、手はそのままにしておいてください。顔を単純に左に回転することできます。そうです。で戻して、繰り返してみましょう。顔が左に回転したときに指先はどうなってるか感じられます。じゃあ顔の回転に合わせて指先も一緒に左の方に倒してください。楽になりました。ついでに足も押してみましょう。はい、十分でしょう、休みましょう。
じゃあもう一回左足立てましょう。で両手のひら合わせて。今度は、左足を押しながら、指先を、手の先を右に傾けて、頭も一緒に右に回しましょう。そうです。で戻して。何回かやってみましょう。でそれをやった時に今度は頭を逆方向に頭だけ向けられます。そういいですね。もう今予定外なんですけども古川さんだいぶ手の形が崩れてるんですけども。天気もったいなんですけど、電気もったいないんですけど、よく見たら電気がついててもったいないなと。よくはどこ大丈夫、大丈夫、大丈夫、本当だ。すいません、すいません、こんな動きありながらそんなことに気づいちゃった。面白いですね。余裕なんて余裕だ。出すな、私の目ついてる。こっち外のから来てるから。じゃあ今度は頭楽にしておいてください。一回休みましょう。腕疲れました。で今度右足を立てましょう。同じように手を合わせて、で右足を押して手を左に傾けましょう。 2,3 回やってみてください。頭も一緒に左にしましょう、はい。次に今度は頭と足は同じ方向、手を逆の方向にできますか？右足を押して、右足を押して、頭を左に回して、手は右です。そう。そうです。古川さん、頭が左に行ったままです。元に戻しましょう、真ん中に。そうです。うん、いいですね。中野さんね、腕が右に行った時に右肘が曲がってるの気づきました。あ、はい、はい、うん、そんなにたくさんやる必要ないです。ちょこっとでいいんです。あ、はい、これをやってることは脳のパターンを変えるんですよね。別に筋肉を強くしようとしてるわけじゃないです。はい、十分でしょ、休みましょう。時々皆さん忘れちゃうんで、もう一回言い直しておきますね。このレッスンは筋肉を鍛えるレッスンではありません。筋肉量が増えたりしません、このレッスンいくらやっても。残念ながら。このレッスンは脳が普段我々は必ずワンパターンでやってしまうことを別の方法でもできるんですよというのを再確認するためのレッスンです。ですから今やったように右足を押したら必ずしも手は左に倒れる必要ないんですね。頭も右に行くこともできるし左に行くこともできる。だけど我々日常の生活に戻るとつい同じことを繰り返してしまうんです。で同じことを繰り返しているとある時例えば何かがあった、例えば車が後ろから来た時、例えば右足をついた瞬間というのは右足を押してるんですね。言い直しましょう。歩いてる時に右足をつくと右足をで土を地面を押すことになります。その時に普通は顔と、体は左に回転します。だけども
ある時右の方から車が来てクラクションをパーッと鳴らしたと。そうすると突然我々は顔、を右に向けたくなります。でもその時に事故が起こるんです。首をやるんです。ですからその時でも十分に対応ができるようないろんなパターンを学習しておきたいんです。じゃあ両膝立てましょう。また両手を合わせてください。で単純に両手を少し右の方に動かして戻して、で次に右に行った時にそこで止めといてください。そうです。そうです。で今度左足を押して見てください。何が起こるか。で離して、手はそのままにしましょう。手は右に傾いたままです、で左足を押してで離す。繰り返してみましょう。手はそのままですもう一回押して、離してそうです。できますよ。それを止めといて、で足離して、足離して、足押して、足離して、そう、そう、そう。離して、押して、離して、押しても離しても手の位置は変わらないことできますよね。したら反対側を押してみましょう。反対側に傾けてみましょう。手を左の方に傾けてみましょう。そこで右足を押してみてください。で離して。でも 手の位置は変わんない。今度は右足を押し続けながら押したり離したりしながら手を右の方に傾けましょう。で相変わらず右足を押してください。それでも手の位置は変わらないでできます。右足を吸って左足を吸う。右足を吸う。右足を押して離す。自分が今までやったことがないパターンが始まると人間は。こりゃ自分が間違っているのか教師が間違っているのか疑い出すんです、じゃあ今度は左の方に手を傾けてで左足を押してみましょう。ん？左足ですよ。左足はどっちでしょう。やっぱり分からなくなった傾けた方の足です。古川さん、右足じゃありませんかそれは体は骨盤逆方向ですよ。こっちを押さない。こっちを押さない。まあ、押さない？こっちを押して。押すんでしょ？そうそうそう。腕離して。違う。うん？こっちです。こっち。くるの？そうか。もうちょっとね、手をね、天井の方にまっすぐ、肩の高さで、そうそう。こういくって。これは冷まっちゃうわ。こっち。これを一つ。朝は回転前から。はい、十分でしょう。休みましょう。
こうやって自然な方向以外に動かすことをフェルテンクライスでは、分化、分かれて化けるというふうに呼んでます。で、前もちょっと話をしたことあるんですけども、分化というのは生命の基本なんですね。あの精子と卵子が合わさって、そこから細胞が分化してくるんですけども、細胞が2つに分かれ、4つに分かれ、8つに分かれ、これをなんだ、生命科学では分化と呼んでるんですね。それと同じことが、私たちの体に、起きてきます。だけども厄介なことに、大抵の細胞は約50回分化するとそれ以上分化しなくなるそうです。そうするとその現在生きている細胞が痛められるほど死んでいって、最後は自分自身が死ぬわけですね。ですから分化というのは非常に大事な生命のプロセス、生命の過程なんですね。じゃあまた両膝立てて、両手を合わせましょう。今度は、骨盤を浮かして、腰椎を浮かして、背骨を浮かしていきましょう。でゆっくり下ろしましょう。繰り返して、手の位置は変わらずにいられます。じゃあわざと変えてみましょう。骨盤や背骨が持ち上がるごとに手を頭の方に向けていってください。楽ですよね、多分。で戻して、野田さん早く戻しすぎです。もっとゆっくりやりましょう。中野さんいいですよ。でもっと力を抜いて、でさっき言ったように一個一個、椎骨一個一個、背骨一個一個が分かれて動くようなイメージを持ちましょう。はい、休みましょう。ところで呼吸はどのようにしてましたか？でもう一回両手合わせて、今度は少し右に傾けてみましょう。でそこで止まってください。右に傾けて止まってください。その状態で骨盤、背骨全体をゆっくりと持ち上げていってください。何が起きるでしょう。でゆっくり下ろしていって、中野さんゆっくり下ろして、下ろしたら少しね足をねお尻に近づけましょう。そうです、その方が多分やりやすいと思います。自分で試してみてください。いいですね、いいですね。そう、中野さんいいですよ。今自分が椎骨一骨一個一個がわりかしこう分かれていったの分かります？さっきみたいに棒みたいにドーンと落っこったんじゃなくて、もう一回やってみてください。そう、いいですよ。そう
はい、十分でしょう、休みましょう。しつこいようですが、もう一回両手を合わせて、両膝立てて、今度は左です。左に傾けましょう。手先を、はい。そして、ゆっくりと骨盤と背骨を持ち上げていきましょう。順番に、順番に。呼吸に注意しながら。背骨はどういうふうに曲がっていくか。十分でしょう、休みましょう。ちょっときついです。両足立てて、で骨盤を浮かしてください。はい。その状態保てます？その状態を保つために一番適切な足の位置探してください。うん。古川さん以外ね、ちょっと起き上がってください。古川さんの見てみましょう。足の位置。野田さんももう入っちゃってるんだけども。古川さんお尻持ち上げて。うん、もう足が、あのお尻の下とはまだ言わないけども、ほぼ近い状態まで来てるんですよ。もう一回下ろして、足の。で、ここの位置にあった時にはちょっと持ち上げる分には楽なんですよ、はい、だけどもずっと持ち上げていくと、うん、古川さん自分自身どうですか、そこと、うん、下ろして、はい、じゃあやってみましょうか。野田さんももう十分近づいてますから。探すんだ、うん、楽なところ。野田さんももう多分両手つけられると思うんだけど、両手足首持てると思うんだけど、ここで、はい、うん、そうそう、おう、みんな持てるんだね、もう一番。うん、私も持てない。じゃあ野田さん以外2人ちょっと起き上がってください。でもね、もう野田さんはもうここから起き上がるところまでもう来てるんですよ。もうすぐ今はそう無理しないけど、もうこのまま引っ張っていくと背骨がずーっとこっちへ来て起き上がれます。うん、痛めちゃっていけないんで、今日無理はしませんけども、もう一回持ち上げて、はい、でこうです、こう、そうです。頭がどれだけ動くか分かります？こういうふうに。もう古川さんもすぐ近いですね。うわ、すごい。うん、おお、すごいすごい。大丈夫でしょう。無理しないで。だん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 できるようになってきます。私もできるまで。私それできこれできなかったの。私そうできて、この運動してから、まあ、体が柔らかくなったの。本当にこうだったんです。ここまでしか飛びたかったの。そう、野田さんはここ来た時に世界で一番硬いって自分が言ってたんだね。うん、だってみんなで言われるんだろうし、頑張んだ頑張んだって。だけど本当3年通ってこうやって柔らかく自分で。すっごい柔らかくなったような気分になるよ。で少し、膝を、
向こうの壁の方に出すように中野さんやってみてください。膝を、うん、で持てなければそれでいい。そうそう、もうそれでいい。そうそう、これちょっとこっちの方に、そうそう、で戻し、そう、あ、ここら辺で、そうそうそう、もう全部できる、できる、もう全部できる、うん、ね、うん、ね、そうですね、はい、十分でしょう、休みましょう。自分だから柔らかくて、活躍するのも柔らかくても自分だもん、うん、これで覚えたんですよ、うん、でも結局野沢さんが硬かったのは頭なんですよ。ああ、そうなんだ。頭硬かった。包丁っぱいだからね。両足の開きぐらいに、開き具合に、注意を向けてみましょう。一回、両膝を胸に近づけて頭を持ち上げてコロンコロンコロンとやってみましょう。ちょっときついかとはかもしれないんで、うん、あと左右も転がってみてください。楽に楽にで、楽に転がってるうちにどっちかに倒れちゃいますかね、うん、そしたらそこに、そこから起き上がってください。そう、そう、野沢さんできた、できた、上手だったの。そう。クリーンと、うん、今もう見ました、見ませんでした。もう一回野沢さんやってくれないですか。あなたみたいにいつもね、夜やってるの、私これ、うん、あ、これ面白いなと思って、こうやってやってから、こうやってやってから、やってこうやってさっきはうまく上手にかかったやつや、うん、多分、多分ね、緊張感があるんですよ。今みんなに見られてる。頭が、頭。